タリスト、クリエイターやっております、日本から来ました、竹中俊二です。今回はですね、赤木さんという方が制作している僕が使っているアンプのメーカーを紹介してきました。有名なハワード・ダンブルの、リッシュから、それをいろいろ と、自分なりに、いろんな改良を加えてですね、すごく使いやすいアンプを作っているメーカーなんですけれども、こちらがその、18W のコンボになりますね。ハワード・ダンブルの、オーバードライブスペシャルをちょっとモデルにした一番一般的なモデルなんです。そして今回ちょっと紹介するのはですね、それをセパレートに、分けたという形のものなんですけれども、これが、まずプリアンプ、そして、センドリター、まあ、ループボックスというか内ミキサー的な、ダンブレーターと言われているものの、部分ですね。そして一番ちょっと特徴があるなと思うのは、このキャビネットなんですけれども、普通のキャビじゃなくてですね、パワーアンプが内蔵されていると、18W のパワーアンプ内蔵。そして、このループボックスが3チャンネル仕様になっているので、ゲインオンプラス、モジュレーション、例えばステレオでかけたもののウェットなものはステレオでという、こういう3段切り替え、まあ、ちょっとこんな感じの音ですね。デザインだフロントピックアップ、そしてアーム、これの一番びっくりするのは、削り出し1本で作っているというですね、非常に素晴らしい、木工技術だと思います。ちょっと制作者を紹介したいと思います。シン君です。どうぞ、ちょっと説明してください。まず材質など、材質はパドっていう削り出し、まあ、あの作るコンセプトというか、たまたま一本で作れる材があったの。ああ、なるほど。それでこんなんで作ったらどうなるんだろうと思ってやりました。制作日数とかどのぐらいかかったんですか。時間かけてちょっとずつ削り出したんで、大変ですよね。全体で時間かけましたね。すごいこう芯があるというか、かといってなんかその硬くなるわけじゃなくて、すごくいい感じですねこれね。ソリッドなのに何つうんだろう、あのブルースとかジャズでもいける。いい楽器です。これはですね、河野さんという方が作っている、非常に綺麗な、トップも単板を使ったですね、フルアコになりますね。薄型のボディでちょっと小ぶりなんですけども、すごく生鳴りもよく、非常にいいギターですね。ちょっと解説していただきまして、デザインとかコンセプトとか、一応佐世さんのアイデアだって。そうです、まず薄胴ですよね、はい、175とかの深胴に比べて薄い、でも攻め焼くほどには薄くないというハンドリングの薄しやすさ、はい、ちょっと15インチまで小さくしてるんで、まあ、日本人の体型には合うかなと。そうですね、やっぱりこう持ちやすくてすごくプレイアビリティ高いなと思うんですけど、
ワンピックアップっていうのもね、まあ、そのリアの需要があんまりこのタイプ、こういうタイプってあんまないんでね。そう、もう割り切って、ね、もういらないから、って取っちゃって、それで表はしっかりとハンドカーブで削り出し、短板、うん、まあ、全部短板なんですけども、それとネックの質量をあのしっかり取るようにしたので、C ネックというのではない。あ、なるほど。ネックの剛性を高めるために、ファイブピースですね、これね。すごいなんかしっかりした握り、握った感じもしっかりした。それとこの動圧の割には生音が鳴るというので、いいですねこれ。なんか感触が手のあの胴の感触、鳴ってる感触が体にちゃんと。そうですね。これを弾いてる感ありますね。日本人の人には体型には合う。弾きやすいです。欲しいです。でも意外とこっちの大きい体の人にも好評な、そうですね、うん。よろしくお願いします。はい、いい楽器だと思います。もうこの楽器使って多分 3,4 年経つんですけども。最初の段階でなんかあのこういうストラトキャスターってなかなかこうフィットするものがなかったので、持った瞬間にもうこの生の鳴りとですね、こう取り回しの良さとこうレスポンスの良さで、長年、ね、愛用しております、エキゾチックのストラトキャスター。そして、この BB ブースター、これもなんか歪み、まあ、強い歪みのもの多いですけれども立ち上がりがいいという、そういうなんかこう演奏してる時のなんかこう表情が出しやすいというのですごく愛用してます。